写真拡大。遠山翔氏のブラッシュ一本締め。14年連続での V1 が確定した阪神に本誌評論家で球団 OB の遠山翔氏が緊急提言だ。今季の低迷の要因に若手野手の成長不足と外国人野手の獲得失敗を挙げ、チーム力アップのため自主性の撤廃と球団の体質改善の必要性を訴えた。クライマックスシリーズ CS 進出に向けてチームは必死に戦っている。ただ OB として寂しいのは、そんなギリギリの戦いで目立っている若手野手が新人の近本と木浪だけという点だ。自主性を掲げてスタートした矢野阪神だが、思うように若手が成長しなかったというのが現状だ。特に4番を託された大山をはじめ北条、中谷など金本政権時代に鍛えられ、いよいよ開花の時を迎えるはずだった若い野手は結果が出せず苦しむシーズンとなった。私は自主性の看板自体が悪かったとは思っていない。今年勝つことができれば今頃拍手喝采だったはずだ。しかしシーズンで結果が出なかった以上、潔く反省点として認めて方針を転換するしかない。やはり本当の一人前に育つまではやらせる練習も大事ということだ。選手の体の強さや性格によってある程度の加減は必要だが、秋季キャンプからは明確なメニューや課題を用意して厳しく練習する必要がある。外国人選手の獲得ケア体制へのテコ入れも必須だろう。モチベーションが上がらないと帰国したソラーテ自身の非は大きいが、彼へのサポートはどうだったか。シーズン途中に異国の地に来てファームイッチとなれば誰でも不安になる。まして元メジャーリーガーならプライドもあるだろう。そこをうまくケアして一軍の戦力にするのは球団の役目だ。マルテは代役4番としての役割を果たしてはいるが、優勝を目指すならば一発を打てる助っ人が欲しいところ。外国人選手のケアにあたる人員を増やすなり、情報交換を頻繁にするなど改革すべきだろう。現場は CS 進出を果たそうと戦っている。球団ものんびりしている暇はない。